こんばんは、宮戸です。カースオブザデッドゴッズ、まずは、祝福。なんだっけ、ダメージ減少みたいになったよね。これだね、不屈の精神、攻撃中か。攻撃を振ってる時か。そういうこと、まあでもこれ良さそうなんで、これを解放して、で、どっちをやめるかだよね。お金1000、あ、こっちもダメージか。攻撃中にダメージを受けると防御力と攻撃力は上がる感じになるのか。まあこれ外して、これにしましょう。こんな感じで、双子の日食だっけ？新しいステージだね。呪われた双子の日食やってみよう。抵抗力が高くなるってなんだろうね。ボスが2体っぽいね。あら！ 2 面ある。そういうこと、2体ってそういうこと？なるほどね。じゃあね、武器行きたいな。まあ、でもどっち行っても武器あるか。ゴールドから。まあ、最初は手持ちがないので、お金を稼ぎつつ。とりあえず、4連撃で倒せるんだな。なんか弓、前回弓使ってたから。威力の問題だよね、やっぱね。ほい。こいつこいつ。これ。ほいや。なんか落ちてんね。基本ノーダメでいきましょうね。闘志のナイフ、セカンダリーがナイフか。オフハンドコンボっていうのはあれだよね。メイン打った後、セカンド打つとオフハンドっつうのになるみたいなんだけど、攻撃を、ん？攻撃を回避するとスタミナが完全に回復だって。威力は上がるけど遠距離なくなるのか。でもなんか、いいか。あ、こんな、どういうこと？オフハンドで、あ、下がる感じなんだね。切り下がるからこれで避けるとスタミナが回復するのか。なかなか面白い武器じゃないか。探検ね、探検。お、宝箱あるね。これパリいらないよね。罠とかあんのかな、これで。お、いつも出るね、これ。きらめくサファイア。逃げる。あっ、ちょちょちょ、あれを食らうわけにはいかない。威力高めなんだよね、多分。お、宝箱2個目あんじゃん。おお、なんだこれ。ハンマー。原始的な小槌。弱った敵にチャージアタックする。だって威力高い。両手武器だ。あ、これでまたあの、ひび割れるんじゃない？ひびないかな。あ、ないね。どんな感じだろう。貯めると、あ、ジャンピングアタックだね。これ貯めると、こう、小づくやつね。なかなか増えてきたぞ。つか第1ステージで武器2個出るって結構珍しくない？スタッツ。自己強化してこう。お金。お金。思い散った。閉じるのか、これ。上行っても閉じる。なんか迷宮みたいになってる。いるな。あれ？初めて見る敵じゃない？これ。そんなことねえわ。そんなことねえわ。危ない。あっ、ちょちょちょ、ほい。罠がいっぱいあった。行っちゃってんのかな。そっち行ってみようか。閉まりそうだけど閉まんないね。あぶ、ちょちょちょ、危ない。連動式罠みたいな感じ？これ消えるのを待った方がいいのかな？ハンマーでそこのひびが割れそうだけど。貯めればいいのかな？あ、開いてる！危ない。でも、宝箱。それは、探求者の、矛。土矛。メインだ。いいのかな。異物のレベルに応じて基本ダメージがプラ2だって。はい、変えます。間違えてよりは良さそう。
あ、ちょっと遅くなっちゃった。攻撃が遅いやつだな。土だからそうか。うーちゃちゃちゃい。遅いやつね。あっつ。あっつ。はい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 。土で。原始的な大槌で。配合液。なんか落ちてるな。やばい、土遅い。だっ。間違えててよかったかもしれない。遅い遅い遅い。これはなんだ？奴隷所有者の、また、同じような武器だな。でも結局これ、矛、土矛。なんて読むんだあれ。でも変えてみた。振りは変わらないね。それがある。よし。お金はあるので、これ買っといた方がいいよな。黄金発見率と HP が上がる。黄金を備える。行くぞ。アンノンか。あれ？ヘブンっぽいぞ。道長いのでちょっとやめとこう。呪われたくない。あ、でも今80だからこれくぐったら呪われるな。武器かゴールド。武器なんかもうよ、いやーでもメイン武器が遅いのは嫌だな。やっぱ武器いこう。呪われちゃったよ。死者の収穫。神聖な神殿を汚す者の命の本質は無駄ではない。正しく使えば血液は貴金属よりもはるかに価値がある。骨壺は黄金ではなく血で満たさ、あれ、そうなんだ。血液には治癒効果があるが腐敗の原因、うわー、そういうやつか。たまに壺に黄金入ってたけどそれが血液になっちゃうんだ。回復はするけど腐敗も進むって。なんか暗くない？あっち。出てきた。3発で倒せる。あぶれ。いいねいいねいいね。威力高めだ。うっつ。あぶれっち。あぶれっち。爆発して、あーつ。ドゥイ。危ない。あボス出てきた。遠距離がねえんだよ。ウェイ67か。しかも隙がでかい。あ、なんかガードされてる。これでこいつが、あいつ倒そう。先に2回とどめ来ないね。とどめ来ない。いけそう。特に何も落ちてねえか。これがある。お、武器だね。ガラガラヘビの剣。メインがいる。両手メイン。宝石の小槌。あ、周囲を照らすだって。これ買っといた方がいいかな。威力が5下がる。いっか、このまま行くか。どうせお金足んねえし、呪われるのも嫌だしな。あ、恩恵使ってみようか。はい。鋼の爪だって。俺、爪って使ったことねえな。スコーピオンの槍。両手両手メイン。槍使いやすかったよな。あ、でも今の小槌の威力も高いのか。これかな。あ、威力めっちゃ低いよ。いやでもこれなんか武器レベルみたいなのが2ってなってるから多分攻撃が早いとかだと思うんだよね。よし、血液を備えて変えてみよう。爪だって。あ、早い。5回攻撃が出る。
早いね。うん、いいんじゃない？使ってみましょう。では。ゴールドだね。ボス倒すと呪いってなくなったりしねえのかな？マックスまで行っちゃいそうだよね、なんかね。マップが2つあるということは。わあ。戻るよ。スタミナがなかった、危ね。そっちも道があるね。ああ、戻れないな。どうしよう。どっちだろう。行ってみよう。早い。まず遠距離倒す。燃やそう、これ。危ねえ。あ、今のが、パーフェクトドッジってやつ？おお。俺、一切攻撃今してなかったんだけど。まあいいか。宝箱。あれ、こればっかだな。あと200貯めると、攻撃力が 4% 上がる？ 2 つ持ってるから。しまっちった。黄金だ。敵がいる。ほい。早い。楽しい、使ってて。危ね。威力低い。うち、スタミナがね。お前やめろ、回復すんな。やめろお前。威力低くない俺。いや、そうなんだけどさ、ラス1が強いのかな。弓だ。弓とあと宝箱もある。壊滅の弓か原始的な小槌、どっちがいいんだろうな。弓にしよう。これ多分壁破壊できるよな。あと宝箱がある。お、煉獄の冠。呪いが解除されると回復する。解除の方法知らないんだけどな。出口がこっちあって、あと終わり。こっちは行き止まり。行き止まりだ。弓、パーフェクトショットが出ねえ。あれ、ちょっと待って、タイミングが武器によって違う。これ「うわ」って言ってんのがパーフェクトショットか。あ、今のがそうか。なんかあのエフェクトが前回のと違うからすごいしょぼく感じるね。スタッレリックかゴールド。レリックかな。いきます。あ、血で満たされてるね。回復するけど呪われちゃうってやつか。いくつ回復するの今。599なんだけど、13回復して、ちょっと呪いの方見てなかったけど、呪いが増えちゃったわけね。おっち、あの目玉がいるのか。爪早くて気持ちがいい。ただし威力以上かな。特に物はない。 OK、 行きましょう。う、なんか細い通路。そっち行くか奥行くか。なんもねえや。いきます。敵だ。ワンセットで倒せないねこれ。
基本的にはちょっとやっぱ弱い。やべ、お前だ。出てきちゃった。さてそれは盾っぽくない？トゲ付きの盾。パリーした近接攻撃ダメージの 50% を攻撃側に返す、だって。威力上がるね。ナイフ変えるか。盾結構つけやすかったもんね。パリパリ、弓と盾と剣、爪か。弓と盾と爪、装備としてはなんかバランスがいいのかもしれない。おっと、レリックか。さて、同じやつじゃんこれ。同じやつ。これは黄金で買える。あれ、なんだこれ。グリなんとかオブダークネス、レベルプラスワンオンカーストウェポン、呪われた武器のレベルを1個上げる的な感じ。クリティカルダメージの 5%。 あ、だからクリティカル出ると HP が回復する系だ。これ絶対重要だよね。じゃあこっち高い方、こっち 10% だから、まあ、これを血液しかねえか。また呪われちゃったかな。呪い発動するねこれ。アンノウンの次ボスだ。踊る炎。炎の罠は目の前に立つと自動的に発動する。はい、了解。アンノウン、なんだ俺。多分ラス1がクリティカルなんだよね。痛い。やべ、スタミナがなかった。調子に乗って攻撃しすぎた。やば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 。おっ、やばい。ワンセットで倒せないってやっぱちょっと嫌ね。あいつを倒してから。ほい、縦アタック、縦。炎が勝手に起動するのも厄介だな。まずこれね、武器だ。ドラゴンスリーブガン、セカンダリーのメインが灼熱の刃。うわーすごい。セカンダリーの怒号、死の城壁。パリーは投射物を反射する、だって。おお、これだよね多分ね。また血液か。買うしかねえか、血液で。呪われてしまった。灼熱炎系の、あれ出ないね。灼熱の刃、非属性チャージアタックと非属性コンボフィニッシュ。あ、ラスト一発か、貯めると炎になるんだ。なるほどね、分かった。行ってみよう。次のステージボスだ。一体ずつ同時じゃないよな。黄金の呪い、ダメージを受けた分だけ黄金を失う。 HP の損失が 25% 減少する。はい、さあ HP がやばい。クリティカルバンバン当てれば。あれ同じやつじゃん。
これは結局やんないといけないんだ。構えてから撃つのが早いんだな。やばい、4体、やべ、危ない、2回、うっつ、ダバババ、スタミナがね、2回、危ない、もう1回、うっつ、ほい、ダーッチ。いやー、ちょっと体力少なすぎたか。宿敵ラーカーだって、なんだろう、ブラッドハンターじゃないの今のやつで。進行力 43% だから半分いってないって感じだよね。やっぱ2回目のボスだよね。そうですよね。ということで一旦ここまでにいたしましょう。次回また双子の日食再挑戦ということで、まだ武器ね、いろんなもの出てくるから、どれが使いやすいとか覚えていかないとって感じだね。そんな感じでまた次回、それではまた。